今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、セクシー女優になった AKB グループアイドルでございます。みんなの前で歌ったり踊ったりするアイドルは華やかだけど、セクシー女優に転向する人だっているのよね。セクシー女優ってスカウトされてなる人がほとんどだと思ってたが、最近は元アイドルっていうのも増えてきた気がするぜ。今回はそんな転身女優の中でも元 AKB グループの女優さんに絞って、紹介していくことにします。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは元 SKE48 の野々山真凛さんです。そんな人いたかしら？結構アイドルは好きなんだけど全然覚えてないわ。野々山さんは2010年9月30日から SKE48 の4期生として活動していましたが、わずか半年で卒業していますから覚えていないという人も多いかもしれませんね。せっかく合格してアイドルになったのに、どうして引退しちゃったんだ？卒業理由は学業を優先するからというものでした。学業を優先するためにアイドルを引退したのに、セクシー女優になっちゃったの？野々村さんが卒業してから2年ほど経過した2012年12月、川瀬智香さんという女優がデビューしています。煽り文には SE になりたかった国民的アイドル候補生と書かれており、彼女の雰囲気は野々村さんにとても似ていたのですよ。なりたかったけどなれなかった、もしくは早々に辞めてしまったことを感じさせる文章だな。野々村さんも条件的にはマッチしていそうだぜ。この川瀬さんは2本の DVD を発売しただけでセクシー女優を引退しており、野々村さんであるという決定的な証拠もありません。しかし、ファンの間では雰囲気が非常に似ていると話題になりました。じゃあ別人ってこともあるんじゃないの？野々村さんは1994年1月生まれで、アイドル引退当時は17歳です。セクシー女優になる条件に18歳以上の女性であるという条件がありますから、空白期間があることに説得力が生まれるのですよ。引退を即座に転向できる年齢じゃなかったってことか。それは彼女が野々村さんだとする説を強化しているだろうな。一方で野々村さんの特徴であった顎の右側にあるほくろが川瀬さんにはありません。ですので、よく似た別人であることも完全に否定することはできませんね。ほくろくらいなら化粧や整形で消せると思うけど、真相はわからないってことね。二人目に紹介するのは、元 AKB48 の米沢るみさんです。いつ頃活躍していた人なのかも教えてほしいぜ。米沢さんは AKB48 のチーム B の初期メンバーとして加入していますね。在籍期間はおよそ6年でした。古参メンバーじゃないの。AKB ファンでなくとも名前くらいは知っているであろう渡辺真由さんや、柏木由紀さんの同期メンバーなのですが、現役活動中に選抜入りもなく、卒業の理由はスキャンダルだったのです。明確にメンバーに序列がつくグループだから、そういう人もたくさんいるだろうな。このスキャンダルは AKB ファンを絶望させた裏垢流出事件と呼ばれるもので、プライベート用アカウントでは男性と交際している様子や、未成年飲酒疑惑のある画像が多数投稿されていました。恋愛はアイドル独自のルールだけど、飲酒の方は絶対ダメよね。あっという間に引退にまで追い込まれ、一時は女優として活動していましたが、これも後に動向がわからなくなっています。その後デビューしたグラビア女優が白田理香さんという方でした。時期だけで米沢さんだと断定するのは難しいんじゃないか？もちろん容姿が似ていたのもあるのですが、彼女のデビューを報じた週刊誌が、AKB4809 年総選挙22位、あの元メンバーがヘアヌードに、と銘打っていますので、ファンにはすぐわかるものだったのですよ。ファンも順位には敏感だし、後から確認するのも難しいことじゃないわ。白田さんはその後セクシー女優としてデビューし1本だけビデオに出演していますが、その後はビデオにも出演しておらず、2023年現在どこで何をしているかはわかりません。アイドル向きではなかったということだな。どこかで楽しく過ごせてるならそれでいいと思うぜ。3人目に紹介するのは、渡辺真理恵さんです。その人のことも全然覚えてないわね。2007年5月に AKB48 の4期生候補に合格したものの、彼女も半年ほどで活動を辞めてしまっていますからね。そんな人よっぽどのマニアでもなければ覚えてないだろ。名前が売れずに消えていった多くのアイドルと同様、ファンでも卒業後の性格な動向は、つかめなかった渡辺さんがセクシー女優に転向したのではないか、と言われ始めたのが2018年5月のことでした。10年以上経ってるじゃない。噂が出ただけでも大したものだと思うわ。セクシービデオを提供している専門のサイトで配信された作品に出演している女優と渡辺さんのインスタグラムにアップ
プされている本人の画像がよく似ていたことが噂の始まりです。似ているだけでは何とも言えないんじゃないか。左肩にあるほくろ、右耳にあるピアスの穴、右の太ももにあるシミ、そしてネイルのデザインなどが一致していたために同一人物だと特定されたのですよ。めちゃくちゃ熱心に見てるじゃない。2018年3月にこのセクシー女優水嶋奈々さんの DVD が発売され、煽り文には元国民的アイドル衝撃デビューと銘打たれていたことから、本人の可能性は非常に高いものとなりました。やっぱり元アイドルって肩書きがあるとビデオもよく売れるのかもしれないな。水嶋さんとしての活動は現在はなく、一方で渡辺さんのインスタグラムの更新は今まで通り行われていますから、セクシー女優はすでに引退してしまったのかもしれません。インスタをやってなかったら特定はされなかったでしょうけど、それでもファンの強さを感じさせる話だったわね。4人目に紹介するのは鬼頭桃奈さんです。その人も半年くらいで脱退しちゃったのか。いえ、鬼頭さんは2009年3月から5年間在籍しており、選抜にこそ縁はありませんでしたが、スタイルが良かったためグラビアなどの仕事には恵まれていました。ほとんど名前も知られず消えていく人も多い中で、自分を生かすポジションを持っていたということだわ。特に2013年5月には週刊ヤングジャンプで企画された48グループグラビアプリンセス頂上決戦にて1位を獲得、グループ内でトップのグラビアクイーンの座を獲得します。選抜以外にもそんなランキングがあるんだな。こうして週刊誌の表紙を飾ることも増えた鬼頭さんは、それ以降も活躍していくものと思われました。しかし同年6月にジャニーズアイドルとのキス写真が週刊誌に掲載され大炎上します。これからって時にやらかしちゃったのね。しかも当時の鬼頭さんは未成年であるにもかかわらず泥酔しているところをスクープされ、時期を同じくしてグループの悪口を言う裏垢が発覚するなど、もはや選抜の順位どころではない好感度の高かっぷりでした。鬼頭さんのおかげでアイドルという職業を信じられなくなったという人もいそうな話だぜ。こうして鬼頭さんは2014年4月29日に SKE48 を追い出されるような形で卒業します。その1年後に登場したセクシー女優が三上優愛さんでした。三上さんが鬼頭さんだってこともあっという間に発覚しちゃったの？そもそもこれに関しては本人が隠していません。鬼頭桃奈や SKE48 の名前をわざわざ出すようなこともしていませんけどね。スキャンダルで干された過去を元アイドルのセクシー女優って肩書きにするとは、なかなかしたたかだな。三上さんは選抜とは無縁だったアイドル時代とは打って変わって大人気となり、セクシー女優以外にも様々な仕事を得て大成功を収めています。アイドルを続けてずっと鳴かず飛ばずよりは良かったんじゃない。グラビアクイーンになった直後なのだけが残念だよな。もし週刊誌にすっぱ抜かれなかったら、グラビアをきっかけにして選抜入りも狙えるくらいになっていた可能性だってあったんじゃないか。鬼頭さんがアダルトビデオの世界に飛び込んだのは不祥事で消えてしまってからも芸能に近い仕事をしたかったからと述べていますので、未練はあったということなのでしょう。セクシー女優だったら誰と泥酔デートしてても何も言われないわ。ファンを裏切るようなこともないし、そっちの方が向いてると思うけどね。最後に紹介するのは、元 AKB48 1期生の中西里奈さんです。最初期メンバーってことか。そんな中にもセクシー女優に転身した人がいるんだな。これまでに紹介したメンバーと決定的に違うのは、彼女が選抜メンバーにも選ばれてトップクラスの人気を誇っていたことでしょう。最初期にはあの前田敦子さんとエース争いをしていたほどですからね。そんなに人気があったのにアイドルとしての活動を続けるのは難しくなっちゃったの？中西さんがグループを卒業したのは2008年11月のことでしたが、卒業の理由は持病の喘息と腰痛の悪化だったのですよ。歌ったり踊ったりする生活は難しかったということか。卒業後も芸能人としての活動は継続していた中西さんですが、2010年6月6日に自身のブログを更新し、芸能活動を休止し充電することを理由に大分県に帰ることを発表しました。事実上の引退発表って感じかしらね。ファンは彼女との別れを惜しみましたが、およそ3週間の後にヘアヌードグラビアが掲載され、山口莉子と改名してセクシービデオに出演することが発表されたのです。充電はどこへ行ったんだ。中西さんは卒業後3年間は AKB48 のイメージを傷つけるような仕事はしないという合意解約書に署名と捺印をしていたにもかかわらず、セクシー女優に転身したとして元所属事務所が出版差し止めを求める申し立てを行いました。セクシー女優になったせいで裁判沙汰になったということ？驚きの展開ね。結論から言うと山口莉子となった。中西さんの写真集発売が差し止められることはなかったのです。
3年以内にイメージを傷つけないと約束していたのに。そういったことを考慮しても差し止めることはできなかったということでしょう。写真集の発売やセクシー女優デビューは AKB のイメージを損なうものではない、と判断されたということかしら。そもそも中西さん本人が人権侵害を訴えて差し止めを求めるのであればまだしも、第三者が申し立てをしても差し止められるケースはさほど多くはないようですね。じゃあ元事務所は無謀な戦いを挑んだということなのか？事務所の代理人を務めた弁護士によれば、一定期間ヌードなどの仕事はしないという約束を保護にしたために、差し止めの申し立てをしたと同時に、中西さん本人の意思を確認するという意図もあったんだとか。中西さんの意図を確認って、どういうこと？世の中には悪い大人たちが一定数います。AKB48 を卒業した中西さんを言葉巧みに操り、意図しない写真集を発売する、ことになっていないかを確認したかったということですね。もし中西さんが騙されていたのなら、この騒動で主張することもできるということだな。ちょっと感心しちゃったぜ。こうした騒動もあってか、1万本売れれば万々歳と言われる。セクシービデオ業界で8万本を売り上げる異例の大ヒットを記録しましたので、山口莉子としては願ったり叶ったりだったのではないでしょうか。そりゃトップ人気のアイドルがそんなビデオに出てたら、ちょっと見てみたいわよね。これで本日の紹介はおしまいです。いかがでしたか？こういう話題、芸能界の闇の部分って感じでワクワクしちゃうのよ。楽しかったわ。本人が望んで転身したならいいけど、悪い大人に騙されてなんてことだけはないようにしてほしいな。ああ、元 AKB48 グループでセクシー女優に転向した人は意外と多いことがわかりましたね。セクシー女優を務めることは悪いことではありません。しかし、最初の夢を叶えてほしいとも思いますね。本日も閉店させていただきます。ミルでした。